はい、お疲れ様です。 JRA の聖夜です。私は今ね、打ちっぱなしゴルフのね、ところに来てるんですが、こちらからです。すみません。ちょいね、今日はいろいろ用事ありまして、ですね、まず青葉賞ですね。はい、青葉賞はですね、まあアドミラブルがね、人気になってますけど、まあ絶対本数今日の7持ってて、母音数が5、子音数1なんでね、運気はいいのかなと。あとはダノンキングダムがダブルアンジュ、ポポカテペトルが ダブルアンジュってところなんでしょうけど、私このアドミラブルはですね、未勝利戦は見てみましたけど、未勝利戦はですね、マイネルっていうのがね、逃げたのかな。ペースが非常にね、速くなったためにね、この、控えてた部分があったんで、この1分45秒8っていうのが出たと思うんですよね。でそれで、アザレア賞はですね、8頭立てで、アドマイヤロブソンがね2着ってことでね、上がり最速使ってますけど、この弱いメンバー相手に、ペースが上がらず、そうですね、弱い相手にペースが上がらず楽な競馬をしたってだけですね。 2400m 果たして今回もうまくいくのかな、そこをまず疑ってみたいところですよね。新馬戦が9着ですので、はい。で私はですね、ここならマイネルスペインというのがね、絶対本数1ですしね、この実績とか考えても、1番じゃないかなと思ってます。ですので、ここね、動画内では3連馬券の予想はしないです。もしかしたら剣の方がいいのかなと思っちゃいますね。ですんでマイネルスペインですね、私本命が。はい、実績からだったらこれかなと思ってます。絶対音数アンジからもですかね。あ、じゃない、運命数アンジからも運命数1なので、でちょっと消えかかっちゃったんですけどね、消えかかっちゃったんですが、第24回青葉賞はワイドで、マイネルスペインから3点が気になるかなと、4番ポポカテペトルと、この6番の、アドマイヤウィーナー、あとはこの12番のね、いぶきっていうのがね、面白いかなと思ってます。今日、京成杯の時ですかね、狙ってたんですが、そうですね、今日はね、絶対音数7、今日は7の日なので絶対音数7持ってるんでね。で京成杯は休み明けで、で1回使われて推薦賞で、勝ったっていうところで、絶対音数1機種の田辺になってるってこと、で今日イニシャル IR が強いんで I ってことですよね、持ってますしね、いぶき、面白いかなと思ってます。でね、天皇賞のね、予想動画はね、前半後半に分けてね、上げたいなと思っております。はい、それでは、青葉賞、結果楽しみたいと思っております。アドミラブルが果たしてうまくいくのかどうか。はい、それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。内緒。